聞こえますか？はい、聞こえてます。はい、こんばんは。こんばんは。はい、前田さんも青木さんと一緒に食事をみんなで食事の重要性を広めようと頑張っているのと、あとその前田さんの事前アンケートの中に、はい、まあ食事、実際にその食トレを実践してみて、はい、どんな成果がありましたかっていうところにおいては、はい、まあ、全てに成果があったと書いてあったと思うんですね、はい、具体的に自分が食事を考えるようになってからどんなところに、まあ、効果的に現れてると思いますか、パフォーマンスにおいて。まあ、そうですね、まあ、身体的にも精神的にもすごい、まあ、良くなったっていう実感あるんですけど、特に、まあ、その試合後の疲労回復っていう面では、うん、食事変えてからだいぶ変わったかなと思ってて、その試合後に、まあ、どれだけ早く糖質とタンパク質を取るかとか、まあ、そういうちょっとしたことがやっぱ周りの人できてない、まあ、見ててやっぱできたんじゃないし、まあ、自分がそういうことを実践して、まあ、ちょっと取り組んでいたらやっぱその次の日の朝とか、朝起きることができるし、まあ、怪我もすごい減ったので、まあ、すごいそこの疲労回復の面では一番実感していたなと思います。まあ、じゃあ食事を変えたことでその、まあ、パフォーマンス、例えば、まあ、何本シュートが入るようになったという集中力とかとは別に、そのまず怪我がなくなったり、まあ、規則正しい生活に自分が置けることでその体のコンディションが良くなったっていうことが実感できてるってことですよね。はい、そうです。はい、ありがとうございます。素晴らしい成果だと思います。皆さんここにいる人たちもそこはどうですか。食事当初その、まあ、食事を変えると体を変えることにはなるんですけど、生活習慣であったり、まあ、二次的な要因が、まあ、いい方向に向かっていった事例だったと思うんですけど、今実際それ感じてますか。あ、しっかり食べることね。逆に夜遅い練習もあるのが消化にも向かって、うん、朝お腹が空いて目覚める。なるほど。これ実は水野くんのヒントですよね。要するに消化の早いものを食べるように心がけて、夜遅いから。はい、痛かったね。7時、8時ぐらいにすごいお腹減るんですけど、2時は過ぎに寝るんで、なんか生理もっとしたいっていう気持ちが勝っちゃうので、どうしても寝ちゃうが優先になっちゃって。うん、結局10時とかに、インターネットで10時とかに起きて、まあ、やばい、また食べてないのにってなって学校行って、その前に、昼ご飯の前に、あ、授業前にコンビニで買ったご飯とかを食べてから昼食べるみたいな感じ。寝てるような眠り、ちょっと浅い眠りなのかもしれないっていうことですよね。なんか7時とか8時には絶対起きるんですけど、うん、そこから起きれなくて、うん、まだ眠いみたいになっちゃって、うん、どうしても寝ちゃって、うん、もうそういう風になっちゃう、うんうん、みんな持ってる悩みですかこれ。いや、まあ、バスケットあるある、まあ、そうじゃないですか。まあ、量を持ってる大分も少ないし、うん、みんな練習夜だし、うん、自分では心がけてることあります？まあ、そういうサイクルで。俺大学の時はまあ消化にはだ。俺はまあ、ね、まあうどんそば、まあ消化に、あとまあ揚げ物は食べないとか。うん。食べてたイメージがあるけど。なんか僕はそれなんかご飯3食食べるっていうそのモチベーション。一番大切にしてるのがコストの面で、うん、いかに安く食べるかみたいな、うんうんうん、食費がかかっちゃうから、うん、なので大学のその100円朝食っていうのは一番コスパがいいんですよ。だからもう起きて学校に行けば安くご飯食べれるから、うん、自然にどんだけ夜遅くても、うん、もう規則正しい朝が始まるみたいな、それを目標に、そうです、もうお金のためにみたいな。で、確かにバランスはそんなに良くないんですけど、それプラス、なんか家から持っていくとか、自分で工夫すればいいから、から大学にあれば
それ使えばいないなって思ったんですけどね。なるほど、なるほど。ちょっとここでその食のねパフォーマンスを聞いてみて改善したいなと思いました。前田君でしたっけ、うん、はいはい、前田君、はい、多分ま、全く同じ現象っていうか、うん、その試合とかも、まあ、寝て起きた時とかね関節痛いとかも、うん、一応また結構一緒で、でさあの、うん、結構長い睡眠した時もたまにあるじゃないですか、そういう時も疲労回復取れてるわけじゃないし、うん、みたいな、まあ、そういうとかもそんな考えてなかったんで、あの、まあ、本当にさっき言った通りのことを自分もこの人と同じだなっていうイメージ、自分のやりたいなと思ったので、どうですか、はい、前田さん、うん、はい、聞こえますか。はい、聞こえてます。はい、今ちょうど水野さんがバスケットボールの選手なんですけれども、まあ、はい、コンタクトスポーツという共通点であるとか、その体の不調に関してはかなり全く同じ症状が出ていると言っています。はい、はい、なんかそんな水野さんに何かアドバイスありますか。その今改善されて体が軽くなってきたっていう、まあ、情報もいただきましたけれども、なんかおすすめできる夜食ありますか。おすすめできる夜食ですか。そうですね。青木さんもフォロー入れてもらってもいいんですけど、二人おすすめあります。まあ、夜とかやったら、ね、固形物とかはあんまり取らないように。うん、スープとか。二人は、うん。そっち系、シチューとか。うん。煮物、煮込み物。そうさ、煮込み物とかです。なんか。うん、大きい固形物っていうよりかは柔らかいとか、うん、まあ、感触で言ったら柔らかいとか流し込みやすいとか、うん、そういう系の食べ物にしてるっていう感じですかね。あとはまあ脂質とかちょっと少なめとか、はい、油も少なめとか、うん、っていう感じですかね。なんかまあ、僕の場合はなんか一気にそこで夕食取るんじゃなくて、本当に数分とか時間の時にちょっとしたなんかまあ軽い食べ物っていうか、そういうのをまあところどころ入れていって、で帰ってきた時にはもう本当に一品程度ぐらい食べるにして、まあなるべくその胃に負担がかからないようにまあ気をつけてますね。そうですね。サッカーの練習は何時から何時ぐらいが定期的に行われてるんですか。時間はそんな定期的じゃないんで。ああ、そうなんだ。じゃあ夜遅い時もあれば、ちょっと夕方早めから始まる日もあったり。そうですね、朝早くからっていう時もありますね。朝早くからの朝練もある。はい、そうですね。じゃあお二人は、まあ、夜遅くの練習の時はそんな工夫をされてるということですね。そうですね。はい、そうです。はい。じゃあ逆に朝早く出ていくときとかはどんなものをチョイスしてるんですか。まあそうですね。食べやすいもの、まあ基本的にやっぱ糖質メインで、まあ僕の場合はまあうどんに、あったかいうどんに卵を入れたりっていう、まあ本当にシンプルなあの、うん、まあ料理で。まあ、なるべく早めに起きて早めに食べるってことは意識してます。自分は常に食事の中に汁物と糖質とタンパク質は、まあ、あと野菜は絶対入れるようにしてて、朝も、まあ、汁物、ご飯で、あとまあ納豆、卵、豆腐とか、それが常にあるような状態っていう感じです。じゃあフルコースで、はい、フルコースは常に意識して、はい、しっかり朝食べてるってことですね。できるところから、はい、はい、ぜひ。ありがとうございます。好きな朝だったな。はい、まあ、あの練習中にちょこちょこ食べるっていうのもすごくね、いいかもしれません。これはもしかしたら監督さんとか今後、あ、なんか嫌って難しい、それ難しい、難しい。あ、そうなんだ。じゃあ、おにぎり。あ、そうなんですね。じゃあそこはちょっと難しい。なんか練習やってる間休憩っていう時間あるんですか。
1分程度です。あ、そんな程度、はい、?7 時から9時までの間で。はい、ですか。じゃあそこではちょっと厳しいんですね。はい、なるほど。じゃあ帰り道とかっていうところですね。帰りどのぐらいかかりますか、お茶は。家はもう1分。体育館には近いんですけど、学校とかはもう40分ぐらいかかるんですけど、家は。じゃあ、まあ、夜 の、 その体育館からの練習があれば、お家帰ってから、その、で、普段学校との間で移動があるときは、まあ、そういう時間に上手に使うということですね。お二人ともありがとうございました。とってもいいあのアドバイスをいただきまして、ありがとうございます。はい。